どれ。あー、うまそう。いい感じにできました。では味見してみます。どうも、食の贅沢です。今回はがっつり肉を食らうということでステーキサラダをやっていきたいと思います。でやっぱり肉っていう気分、まあ、肉が食べたい時はステーキかなって思っていて、ただお野菜も取らなきゃということで、まあ、ステーキにサラダを合わせていきたいと思います。まあ、ちょっと乗ってたハイテンションなんですけれども、まあ、肉だからね、まあ、いやそれは置いといて、特に今回ステーキの焼き方、これに加えてあと肉にも野菜にも合うソース、これもちゃんと作っていこうと思うので、今回はステーキサラダ、ステーキを焼く部分とあとソース、これに焦点を当てて今回紹介していきたいと思います。ではステーキサラダを作ります。ということでまず最初なんですけれども、このステーキ肉を常温に戻していきます。で冷蔵庫から取り出してすぐ焼くと中まで火が通りづらくなるので一回常温に戻していきます。ではこの間に野菜の準備をして、それで先にステーキソースを作ります。では玉ねぎをこれをみじん切りに、それで先ほどの玉ねぎを炒めます。というわけで油を敷いたフライパンに玉ねぎを加えて、でこれを弱火で色が変わるまで炒めます。でステーキソースってやっぱり種類いっぱいあるんですけど、まあ、今回は肉にも野菜にも合うソースを考えた時にやっぱりこうオニオンかなと思った次第なので、オニオンソースでやっていきたいと思います。それでいい色になったら火を止めて、そしたら醤油、レモン、ニンニク、これを合わせた調味料に先ほどの玉ねぎを加えて、それでこれを混ぜ合わせる。これでソースの完成になります。ちなみにちょっと味見、早く肉にかけたい味ですね。ではお待ちかね、肉の調理に入ります。ということでまずはじめに肉のこの筋の部分、ここを包丁で切っていって、よっで裏面も切っていって、それで肉たたき、まあ、ない場合はこの包丁の背ですね、ここで叩いていきます。特に輸入のステーキ肉使う場合は筋の部分が結構硬いので、しっかりと線をつけて叩いていきましょう。塩とあと胡椒、これは焼く直前のタイミングで振りかけましょう。というわけで最初は強火にして、でスーパーで置いてある牛脂、これを入れて、そしたらステーキを入れていきます。よいしょ。で肉はなるべく動かさずに1分ほど待っていきましょう。まあ、僕自身どうでもいいミスなんですけど、これ逆で取りたかったなって思ってたんですけど、動かせないんでこのまま待ちます。ではひっくり返します。どれ。あー、うまそう。めちゃくちゃ美味しそうですね。弱火にして、で蓋をして 2,3 分蒸し焼きにします。で料理の最後で保温していくので、あらかじめ保温用のアルミホイルをスタンバっておきましょう。でステーキの焼き方はもう古今東西、東西南北、まあ、いろんな方法あるんですけれども、で今回紹介したのは、まあ、ご家庭でかなり現実的に、そして美味しくできる方法なので、まあ、やり方の一つとしてぜひ試してみてください。ではこのステーキをアルミホイルによっ入れて、それで焼いた肉をアルミホイルで包んで、よこの状態で3分ほど置きます。それで肉は完了になります。では肉を切り分けます。ちょっと赤が残ってるかなぐらいなので、結構いい感じにできました。ちょっとレアがいいなと思う方は弱火で蒸し焼きした部分を3分から2分にしてみてください。
では最後の仕上げに、ちなみにこれはお乳で買った木のプレートです。ここにサラダよっ。いいね、なんか上がってきますねテンション。それでここに肉を乗せてよっ。で最後にソースをかけて完成になります。おーおー、おいしそうよっ。というわけでいい感じにできました。では味見してみます。ではいただきます。最高なんか肉食女子っていう感じですって言えばいいんだ。あのガツガツした肉とあと野菜の組み合わせ、それをソースがいい具合に調和してるので、肉も野菜も両方美味しく食べれます。これはうまい。ということで今回はがっつりステーキサラダを紹介したんですけれども、まあ、肉を一回常温に戻す、で筋切りと肉たたきで直前に塩コショウを振って、それで強火でなるべく動かさずにってやると、ご家庭でもかなり美味しいステーキサラダができて、でしかもこの肉はグラム198円でセールだったんで、まあこれは個人の自由ですね。ぜひ試してみてください。でこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方に肉食料理動画、食の贅沢を、まあ、肉食っていうよりはちょっとヘルシーより、まあ、いやそれは置いといて、あの食の贅沢を周りに広めていただければ幸いです。というわけでご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。食の贅沢こだわりポイント、ベデン。まあいや、というわけでちょっと本編では伝えきれなかった部分をこの場で伝えていきたいと思います。ということでその1、ソースに砂糖とお酢、これを控えて今回はレモンと玉ねぎの甘みでソースを作っています。でそうすることで、あの自然な甘さだったりとか、あのレモンの感じがこう野菜と一緒にガツンって食べれるので、こういったソースにしました。で2つ目は、1つのやり方として肉を焼いた後のフライパンにそのまま調味料を入れて肉汁入りの調味料を作るパターンもレシピ見てると多いんですけれども、今回は野菜と合わせるので牛の脂身がかけて固まらないようにあえて先にソースを作りました。是非流れと材料、特に今回はあの自信作ですので是非参考にしてみてください。というわけで、ではまた。